衝撃。中井正宏がナンバーアンダーライン愛を全面バックアップ。音楽の日2024で実現した夢の共演。中井正宏がナンバーアンダーライン愛に託す。希望。音楽の日2024で伝えられる感動のメッセージ。今年の音楽の日2024は、特別な注目を集める理由がいくつもありますが、その中でも最も熱い話題は、 中井雅宏とナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスですこのイベントがただの音楽番組ではなく多くのファンにとって深い意味を持つ舞台となる背景には中井とナンバーアンダーライン愛の絆そしてエンターテインメント業界を揺るがす様々な問題が複雑に絡み合っていますではなぜこの出演がこれほど大きな注目を集めているのでしょうか彼らがこの舞台で何を伝えようとしているのか そししてて今後ののの音楽業界にどのよううな影響をを与えるのかを掘り下げてみましょう中居正広は長年にわたりエンターテインメント業界で多くの人々に影響を与え続けてきました。元 o t o s m a p の中心メンバーであり、グループ解散後も司会者やタレントとして活躍し続け、幅広いファン層から支持を受けています。特に若手アーティストへの支援に積極的で、 彼の後輩たちに対する温かい眼差しは多くのエピソードに裏付けられています。その一例が、今回、音楽の日2024で共演するナンバーアンダーラインアイとの関係です。ナンバーアンダーラインアイは元キング・プリンスのメンバーで構成された新しいグループであり、中井の後押しがなければ、このような大舞台でのパフォーマンスは難しかったかもしれません。中井の影響力とその後ろ盾により、 彼らは再びび大きななスポットトライトを浴びることとなったのです。エンターテインメント業界における複雑な背景しかしこの出演には賛否両論がありますナンバーアンダーライン愛は旧ジャニーズ事務所を離れ滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所都米に所属していますこの事務所間の対立や旧ジャニーズ事務所からの圧力がいまだに音楽業界全体に影響を及ぼしていることも ファンの中での議論を呼んでいます。ファンの間では、なぜ他のアーティストではなくナンバーアンダーライン愛なのかという声もありますが、それは単なる好奇心ではなく、より深いところで業界の流れに対する不安や不満が関係しています。音楽業界は長年、強い力関係や政治的な対立が存在し、それがアーティストたちの自由な活動を妨げてきました。今回の 音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイの出演はそのような業界の課題に一刻を投じる機会となるかもしれません。ホープ音楽の力と新たなメッセージ「音楽の日2024」のテーマは「ホープ音楽の力です。このテーマは単に楽曲やパフォーマンスを楽しむだけでなく音楽が持つ力を再認識しその力を通じて困難な時代に希望を与えるという深いメッセージを伝えています。 ナンバーアンダーライン愛がこのテーマにどのように応えるかは、彼らの今後の方向性を示す重要な指標となります。過去の経験を乗り越え、音楽というツールを通じて、どのように世界にポジティブな影響を与えるのか。彼らがこの舞台で発信するメッセージは、単なるパフォーマンスを超え、社会的な意義を持つものとなるでしょう。中居正広の救いの手、過去の成功と未来への期待。 中井がナンバーアンダーライン愛に手を差し伸べた背景には、彼自身のスマップ時代の経験が強く関わっています。スマップもまた、業界の厳しい目にさらされながら、その影響力を発揮してきたグループです。中井はその経験から、アーティストが直面する困難をよく理解しており、若手アーティストを支援することに大きな意義を見出しています。彼の支援があったからこそ、 ナンバーアンダーラインアイは新しい舞台に立つことができたのです。一方で、中居正広の支援だけではなく、ファンの存在もナンバーアンダーラインアイにとって大きな支えとなっています。ファンとの強い絆が、彼らの活動の推進力となり、その絆はパフォーマンスにおいても一層深まっていくでしょう。音楽が持つ、希望の力を体現し、ファンと共に新たな未来を切り開いていく姿が、 彼らのの大きななテーマとなるのです音楽の日2024に向けたナンンバーーアダインア i の出演は単なる音楽番組の一幕ではなくエンターテインメント業界における新たな一歩を示すものです。旧ジャニーズ事務所との摩擦や新しい事務所との関係などさまざまな課題がある中で彼らがどのようにしてその期待に依頼新しい時代を切り開いていくのか。その過程を見守ることは ファンにとっても重要な役割ですさらに、「音楽の日2024」でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、彼ら自身だけでなく、音楽業界全体にとっても重要な意味を持つ瞬間となるでしょう。エンターテインメント業界は過去数年にわたり、数々の変化と課題に直面してきましたが、特に旧ジャニーズ事務所との摩擦や影響力の変遷は、ファンやアーティストたちに大きな影響を与えてきました。 そんな中でナンバー・アンダーライン・アイが新たな一歩を踏み出すことは、単なる再出発ではなく、彼らにとっての再定義を意味します。ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーは、それぞれがキング・プリンス時代に培ったパフォーマンススキルやファンとの絆を引き継ぎながらも、トベという新しい事務所での挑戦を選びました。この選択は、単にキャリアの再構築という意味ではなく、自らのアイデンティティを新たに確立し、 音楽というツールを通じて何を伝えていくのかという自問自答の結果でもあります。彼らが「音楽の日2024」で示すパフォーマンスはファンに対する一つのメッセージでもあります。それは過去の成功に固執することなく未来に向かって歩み続ける姿勢を象徴しています。この新しいステージに立つ彼らには大きなプレッシャーがあることは間違いありませんが、 同時にそのプレッシャーを乗り越える力強い決意が見て取れます中居正広がナンバーアンダーライン愛に対してどのようなサポートをしているのかは表面上では見えにくい部分もありますがその影響力は計り知れません中居は SMAP としての豊富な経験だけでなく個人としても多くのアーティストを支え導いてきました彼の存在はナンバーアンダーライン愛にとって単なるメンター以上のものです 彼が提供するアドバイスや支援は、業界の裏側を熟知したものだからこそできるものであり、それが彼らの成長にどれほど寄与しているかは明白です。また、中井自身もかつてはグループの中心的存在として、多くの困難を乗り越えてきました。その経験から得た教訓が、今の彼の姿勢に反映されており、ナンバーアンダーライン愛に対しても、成功への道のりは決して平坦ではないが、 それを乗り越えることで新しい未来が開けるというメッセージを伝えているように思えます。ファンはアーティストにとって最も大きな力となる存在です。ナンバーアンダーライン愛のファンもまた彼らの復活と挑戦を心から応援しており、その声援が彼らを支え続けています。特に音楽業界ではファンとのつながりがアーティストの成長や成功に直結することが多くあります。ファンが求めるものを理解し、 彼らの期待に依頼続けることが、ナンバーアンダーライン愛がさらに高みを目指すための大きな動機となるでしょう。しかし、その一方で、ファンの期待が大きければ大きいほど、アーティストへのプレッシャーも増すことは避けられません。この期待とプレッシャーの間でどのようにバランスを取るかは、今後のナンバーアンダーライン愛にとって重要な課題となるでしょう。中井のサポートと、ファンからの応援が、 このの課題を乗り越えるるための鍵となるはずです音楽の日2024のテーマである「ホープ音楽の力は」はまさに今の時代にふさわしいものです。世界が変動し社会が不安定になる中で音楽は人々に安らぎや希望を提供する力を持っています。ナンバーアンダーライン愛がその力をどのように表現しどのように視聴者に届けるかは大きな見どころの一つです。 彼らの音楽が持つメッセージは、個々の困難を抱える視聴者に対するエールであり、その一つ一つの楽曲が誰かの心に希望の火を灯すかもしれません。音楽の日2024がただの一夜限りのパフォーマンスではなく、多くの人々の記憶に残るイベントとなるかどうかは、彼らがどのような思いでその舞台に立つかにかかっています。最終的に、中井正宏のリーダーシップとナンバーアンダーライン愛の挑戦が結実することで、 2024年の「音楽の日」は多くの視聴者にとって忘れられない瞬間となるでしょう。彼らが音楽という普遍的な力を通じて発信するメッセージは、多くの人々の心に響き、困難な時代を乗り越えるための希望を与えるはずです。また、この挑戦はナンバー・アンダーライン・愛自身にとっても、大きな成長の機会となることでしょう。中井のサポートのもとで、彼らが新たなステージに立ち、 ファンとの絆をさらに深め、音楽業界における新しいスタンダードを築くことを期待しています。音楽の日2024は、ただのエンターテインメント番組ではなく、音楽が持つ力と希望を再確認するための重要な場となります。中井雅宏とナンバーアンダーラインイが共に作り上げるこの特別な瞬間は、彼らだけでなく、視聴者やファン、そして音楽業界全体にとって、 新ししい未来への扉を開くきっかかけとなるかもしれません音楽は人々の心を動かし、困難な時代に希望を与える力を持っています。特に、社会が大きな変化に直面している今、このようなテーマは多くの人々にとって響くものでしょう。ナンバーアンダーライン愛がその力をどう表現し、視聴者にどのようなメッセージを届けるのか、その期待は非常に大きいものとなっています。最終的に、 音楽の日2024は単なるエンターテインメントイベントを超え、音楽が持つ真の力を再確認する場となるでしょう。中井雅宏の経験豊富な指導のもと、ナンバーアンダーライン愛が新たな未来へと挑む姿は、多くのファンにとって励みとなり、音楽業界に新しい風を吹き込むきっかけとなるかもしれません。私たちが彼らの挑戦を見守り、音楽の持つ希望の力を信じ続けることで、 彼らの成功が私たちの未来への希望となるでしょう。